ていう感じで、まあ、ブリーチはね1回しかちょっとしてないんですけど、1時間半ですね、時間的にはカット込みで、ブリーチとカット、カラーとこんな感じで中が明るく、まあ、これで、これでちょっと一回ラップしてですね、あの次の薬を一回作ってみたいと思います。大体あの、今のカラーからこう入れたらこうなるかなっていうのをまあ想像して作りたいと思いますので、一回ちょっとラップをします。まあ、縦で塗っていくと皆さん分かると思うんですけど、結構根元の方とかもあのライン出づらいんで、まあ、細かいメッシュ入れてるみたいな感じになるので結構いいと思うんですよね。はい、まあ、あまりやると痛むんでこれぐらいにして、次の工程に、まあ、白くするわけじゃないので今日はこれぐらいで大丈夫です。はい、これで1時間今1時間ちょっとなんですけども、1時間10分ぐらいですかね。で、10分弱かな。これでカラー塗ります。でカラーも作ってるんで、まず塗っていくんですが、で一応ねカラー剤にはねあのムササビ入れてるので結構目立ってやっても染みないです。ちょっと今カラー塗り終わったら今時間がちょっとないので1時間半で終わらなくなっちゃうから、レシピ今あの塗り終わった時点で皆さんに教えます。でコーミングして少し伸ばして、そこにかぶるような感じで毛先のカラーを塗るんですけど、そこで注意点が、先にこっち側を次つけてそれを毛先に伸ばすと、この根元の薬が毛先ついちゃうので、あくまでも毛先に最初に毛先用の薬をつけ終わってから中間を伸ばすようにして、毛先の方に伸ばさないようにしてください。そうしないと毛先を狙って作った薬が根元の方の薬、ちょっと暗めに作ってるんですけど、それが毛先入っちゃうとちょっと結構色が暗くなっちゃうので、そこを意識して、毛先は本当慎重に使うようにします。 あとはブリーチシャンプーの時にあんまりまあ、あんまり本当洗わなかったりすると色乗らないんで、皆さん知ってると思いますが、ブリーチあると色乗りませんから、そこは気をつけてください。はい、で毛先は、まず毛先をバッツッとつけちゃってから中間を伸ばしていくような感じなので、はい、毛先にたっぷり薬をつけていきます。はい、そして薬が上からついても大丈夫なぐらいにちょっとカバーしていきますね。ちょっとね、時間の関係もあるんでそんなにこう丁寧な感じの仕事では ないんですが、でこうなったらもう今度この部分はいじらないように、いじらないと北海道弁だっけ、触らないようにして、北海道弁かもしれない、触らないようにして、で今度はこの中間部分のところを、いや、ちょっと北海道弁だ、この毛先の薬を塗っていきます。で毛先はもうあまり触らないようにします。ええ、そうじゃね、いじるってですか、いじる、触る、いじるって北海道弁じゃないの、知らなかった、あ、分かんない、いじられ、あいついじられてんなとかって言うの、ね、あー、それあ、そっか、北海道弁じゃないか、あいついじられてる、いや、そういういじり、あ、いいか、いじりか、いじりを行っているぐらい、いじりいじりって北海道弁じゃないからね、いや、そうです、大丈夫、はい、北海道弁っていうものがなくなってきてるのかも、ね、地方だったらあるけど、その札幌とかなんか中心のとこだったら全然ない、そうだね、あんまりないかもね、確かに。今毛先をね、つけながら根元のちょっと濡れてなかったところを、ちょっと足してます。でもし全体にこう伸ばすんだったら毛先の薬をつけてください。こっちの方が暗いので、明るいので、暗い方はちょっとね、あんまりいろいろつけすぎるとそこだけ色が変わっちゃう可能性があるんで、この明るめの色の方だったら全体にこうつけても大丈夫なんで、ちょっと明るい毛先の薬を全体にこうやっといていただければ、でこんな感じですね。はい、これでなんとか1時間半で終わるかな、時間置きます。こんな感じで。根元側、ブリッジしてから根元側の方が、
ていう感じで、まあ、ブリーチはね1回しかちょっとしてないんですけど、結構毛先の方は結構白っぽくなったので、まあいいかなと思います。はい、でこんな感じで仕上がりました。結構根元が暗い人、暗くしたい場合だったら、根元からの、あのグラで良かったのかなって感じもしますし、割りましょう。大丈夫ですかね、はい、こんな感じでね。はい、もうあれ、あのグレーのやつもっとあれ明るいですよね。明るい、もう白だから多分やばいと思う、かなりこの毛先の方が全部みたいな、この毛先の綺麗な色あるじゃないですか、ここがもう全部みたいな感じなんで、そこまでブリーチすると多分結構痛みますね。今日はまだ大丈夫ですけどね、結構やばい状態、そこ、うん、です。